ふんふふん。あ、また。私の 3D モデルが実験台にされている。おいこら。私をヒゲダンにするな。さすが。何でも似合うな。似合ってねえよ。ちなみに、このヒゲはどうやって作ったの？作るのめんどくさそう。H-GENというアドオンを使えば、簡単にまとまった毛が作れるよ。え、ヒゲを生やすためのアドオン。つまりヒゲオン。ヒゲのためのアドオンではない。ガイドの線を引いて、それに沿ってヘアーを生成してくれるアドオンだよ。ヒゲを作るときに便利なのは認めるけれどね。面白そうだね。ちなみにお値段は？現在はガムロードで無料で配布されているよ。ただしベータ版。ベータ版？まだテスト段階ってこと。もし不具合などを発見したら作者に報告しよう。なるほど。使い方は簡単？簡単だよ。H-GENをインストールすると、こんな感じのパネルが使えるようになる。まずは、ヒゲ、じゃなくてヘアーを生成したいターゲットを選択する。ふむふむ。ドロー、ガイドでガイドを引いて、H-GENを押すと、ヒゲができた。ヘアーの先を束ねたり、といった編集作業も、このパネルからできる。ブレンダーのヘアーパーティクルの項目が、このパネルにコンパクトにまとまっている感じ。なるほど。実は、もう一つ、H-GENでヘアーを作る方法がある。実際にやってみよう。まずは、ターゲットとなるオブジェクトを選択。ここまでは一緒だね。クリエイト、ヘアーをクリック。オブジェクトに生やすパーティクルヘアーの数を入力して、OK をクリック。毛が生えたぞ。モードを、パーティクル、エディットに切り替えて、お好みで編集する。この段階で、毛を増やしたり、減らしたりすることもできるよ。編集が済んだら、オブジェクトモードに切り替えて B2G をクリックする。すると、パーティクルヘアーがガイドに変換される。ガイドを選択して H-GENを押せば、できた。ガイドごとに、毛束を束ねたり、毛の量を増やしたりできるよ。なるほど。ヘアー、ガイド、ヘアーという流れになるんだね。少しややこしいのが難点。ちなみに、このガイドって編集できるの？エディットモードで編集できるよ。ガイドに沿ってヘアーが生成されているので、ガイドを動かすと、ヘアーもそれに追従する感じ。なるほど。さて、これで、私もヒゲが作り放題だ。いや、やめろ。よければ、他の動画も見ていってね。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。